部屋が汚い、まあ、そういう性格だからしょうがないんですよ。ヒマの性格って分かりますか皆さん。ザ・めんどくさがり屋。その通りです。本当にめんどくさがり屋ですからね皆さん、気にしないでください。気にするわ。せーの、こんにちは、ヒマヒマです。今回はですね、皆さんはクリスマス何を頼みましたか。まあいろいろ、まあ、おもちゃだったり洋服だったりブレスレット、ペンダント、時計、まあいろいろね、ヘアアイロン、まあたくさん頼んだ方いると思うんですけども、まあ今日撮影日が12月25日なんですけど、今は今回ね、あれを頼んだんです。でちなみに去年はアロピノの抱っこ暇でした。で4年生が、ビリビリマシーンだったね。で3年生がクレーンゲームでした。そういうわけで今回はなんと、本棚を頼みました。なんでかというと、野いちごの本がですね、とてもとても増えてきて、机の上のね、棚に全部置いてたんですけど、置けなくなっちゃったんですよ。というわけで今日は本棚を買ってきたということで、買ってないわ、買ってない。今回はクリスマスにサンタさんに本棚を頼んだということで、それを紹介していきたいと思います。というわけで早速紹介していきましょう。レッツゴー。はい、というわけでその本棚を見せたいと思います。ではいきますよ。3、2、1。ちょっと待って、いきますよ。3、2、1。だらーん、こちら。でかくない？今の身長は多分149あるんですけど、そんぐらい、108とか9ぐらいあるんですけど、150センチぐらいの高さだと思います。で、なんと茶色じゃないや、グレーの本棚が届きました。これでかくない？思った以上にでかくないですか、本棚なのに。あれ、本棚ってこんな大きかったですっけ。でもヒマはこのぐらいの大きさが欲しかったのでちょうどよかったです。なんで今回本棚にしたかというと、さっきも言ったんですけど、まずね、なんか頼むものがなくて、何頼もうってずっと思ってて、ちょっと本棚しかないのと思って、本棚いいなってなって本棚にしました。はい、というわけでですね、ここに今本を置いていきたいと思います。で今持ってる本はこちら、ドドン、こんな感じです。まあ、こう見たら結構ありますよね。というわけでこちらを今から本棚に置いていきたいと思います。まずはこういうピンク系の携帯小説の方から置いていきます。何冊あるんだろう、数えながらやっていきましょうか。皆さんは何頼みましたか。パパは何頼んだんですか。パパは、はい、半年ぐらい前に頼んだキャンプの椅子があったんですよ、うん、それが本当クリスマスの直前に来たので、はい、まあ、それがクリスマスプレゼントかなって感じですね。あれちゃんと届いたらしいよ、お母さんお父さん。そうなの。いつも届いてたんで、もうね、これとかも持ってますよ。なんかもう集めたいんですよね、やっぱ。アイアさんのこの出来合い 120% の恋シリーズを全部持ってるんですけど、こういう感じでね、これを全部並べたいですね。これです。あとこれ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 これとこれとこれ全部持ってる。しかもこれね、よいしょ、こうやって、え、めっちゃ持ってんじゃん。そう、アイラさんめっちゃ多いじゃん、今見て。アイラさん、ここ全部アイラさんなんだけど、よいしょ、アイラさん多い、大好き。ミューラさんも好きなんですよね。アマのメコさんね、アマのメコさんと、これでいいかな。はい、というわけでこんな感じで並んでいきます。せーの、シュー。はい、というわけでできました。ドローン。ちょっと置き方を紹介していきますね。まずここには携帯小説を置きました。でちょっとこう古い感じのやつを置いて、ここは新しいのを置きましたね。でここにはほら、ホラーですね、ホラー。でこれが、はい、これですね。下
たここからブルーノベルのすごい感動する作品とか会いたいって面白い。ここは、あ、見てください皆さん、ここはまだ読んでない本を置いてます。で、ここはスタート出版の3のものを置いています。こうあるね。これ全部で何冊あるんでしょうか。後で数えてみたいと思います。ということで今日またね、今日12月25日なんですけど、新刊が発売したということで、いつも土井さんは25日発売ですよ。というわけで今買いに行きたいと思います。では行きましょう。はい、というわけで本屋さんに着きました。というわけで早速のいちごさんのブースがあっちにあるので行きたいと思います。じゃあ行きましょう。皆さん見てください、ありました。すごくない？見て、ここがなんか固まってるんです。これさ、いつの写真、ほら、いろいろこの写真使ってくださるんですけど、このね、今ね、見てください皆さん、ちゃんと一個一個このノイチゴ文庫さんおすすめのこのね、感想を書いて飾らせてもらっています。なんかすごくないですか。なんかノイチゴさんに今の顔があるんですよ。ほらほら、皆さんぜひこれ買ってください。こういう感想がねたくさん置いてあるのでぜひ見てくださいね。そしてね、全国のいろんな書店でこのポップがあると思うので皆さんぜひ見てみてくださいね。探してみてね。で、ということで今日は新刊を買いに来たので新刊を買いたいと思います。見ちゃったんだけどネットで、やばいですよこれ。めっちゃ見たかったの、これはなんとこんな感じで青山そららさんとかセレンさん、ミューナさんとかアイラさんとかバニーさんとかいろんな方が、有名な方が書いてる、これも短編集なんですけど、これも短編集なんですよね。ミューナさんとかセレンさんとかミラトさんが書いてる、だからこれと同じ感じですよ。すごくない？これです。お得した気分なんですよ。でもこれも得した気分なの、だからこれは絶対買います。何個もお話が書いてあるからね。今月の新刊は6冊なので6冊全部買っていきます。早く読みたい。直す。あ、見て、ミラトさんのやつじゃん。あ、これミラさんのやつじゃん。憧れ男子と恋の予告練習だって。いやー青春ね。はい、というわけでこの6冊1、2、3、4、この6冊を買っていきたいと思います。やばくない、ほらすごくない。はい、というわけで買ってきました。どどーん、6冊ですね。これもう全部今回面白そうで、絵も全部大好きなのですよね。もうこれ本当に読みたい、もうすぐ読みます。これはもう大好き、絵が大好き。というわけで今からもうすぐ読みたいと思います。もうちょっと読んじゃいました。そして皆さんもぜひひまのポップを探してみてください。書店さんに飾ってあるのでぜひ見てくださいね。いやすごいね、ありがとうございます。そしてじゃじゃーん、ちゃーちゃんからもらったクリスマスプレゼント、あとじいじ、ちゃーちゃんのじいじからもらったカエルグミと、あとコーラのグミと、このハリボーのね、クマのグミ、あと折りたたみ傘もらいました。ありがとう。大好きなの、ハリボーのグミ。はい、というわけで全部これ新刊も入れて、なんと全部で、ね、なんとね95冊ありました。いや、ひまが今までのいちごさんを見てきた成果ですね。これ全部で何冊入るんだろうってぐらいあるので、まだまだなので、もっともっと集めたいと思います。そしてめっちゃ読みます。え、でも本当に本読むとね、文章書くのが得意になってきましたね。はい、というわけで今回はクリスマスに頼んだものを紹介しました。皆さんもぜひ書店さんに飾ってあるひまのポップを見てみてください。もしこの動画が良かったらぜひチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。バイバイ。冬休みの宿題終わらせようね。頑張るぞ。